こんにちは、森です。今回は私のレッスン動画になります。会場は、東京ジャンボゴルフセンターです。今回はですね、よくあるそのゴルフの知識で誤解が生まれやすいことの正しい説明をちょっと皆さんにしていきたいなと思っております。まあ、今いろんな情報が入手できる時代で、まあ、いろんな表現があったり、まあ、ちょっとキャッチーな言葉でその言葉だけで覚えちゃったりとかで、その動きが正しく行えてない方が結構いらっしゃるなっていうのが自分の中で感じていたので、それを皆さんにお伝えできればなと思います。今日のテーマは下半身リードっていうことですね。下半身リード、よく皆さん聞くかと思うんですけど、その、まあ、下半身リード、まあ、リードするのはすごい大事なことで絶対必要な要素なんですけど、その正しい下半身リードの仕方っていうのを今日はちょっと皆さんに覚えていただきたいなと思ってます。よくそう、下半身リードがいいんでしょってよくお客さんが聞かれるんですけど、そういう方のそのリードのイメージが構えて上げて、もうこっから一気に腰回すのが下半身リードと思ってる方がすごく多いんですけど、これをやってしまうと、ただ単にその場で腰を回すだけしちゃうとですね、上げていくときは右に体重がふわっと乗った状態になるじゃないですか。このまま腰ぐるって回していくと、ただ体が開いた状態になってしまうんで、トップしたりダフったりちょろったりしやすくなるんです。その構えて上げてこの場でくるって回るとチョロ、ボールの上叩く、はたまたすごいこうトップしたり、これ人工芝なのでちょっと滑ってますけど、みたいにちょっとダフったり、ロフトが寝るんでちょっとボールが上がりすぎたりとか、だから下半身リードした方が飛ぶはずなのになんで飛ばないのとかっていうのになってくるんですよ。でそういう人が結構多いんで、本当の下半身リードが正しいリードの仕方をちょっと今日はお伝えしていきます。下半身リードって、まあ、もちろん回すんですけど、回す前にちょっと必要なことがあって、上げますって上げてったら、まず左に体重を一回乗っけてあげる動作が絶対必要になるんです。乗っけてからこの場で回していくっていうのが必要なんですけど、みんな早く回そう回そうを意識しすぎちゃって、どうしてもこう乗せる前にこの場でぐるんって回っちゃう。ただその乗せ方も結構大事で、ただ左に乗せましょうねってなると、多分すごい上体が一緒に前に出てきちゃう、右肩が前に出ちゃう、多分肩がこうやって前出ちゃうと、もう腰も一緒に回っちゃってるんで、基本的には上げますって上げた腰のこの向き変えずに一回左に乗せるっていうのがすごい大事になってくるんです。だからこう正面から見ると多分こうじゃなくてこういうかで、その場でくるって回す。だからお尻をちょっと左後ろの方に下げる感じ、この左後ろになんか低めの椅子があって、そこに腰かけるようなイメージかな、こうで、そのまま腰回すっていうのをやってもらうと、さっきみたいなダフリトップっていうのがなくなる。なんでやるとしたら、練習だとしたら上げて一個一個動作刻む、下げてそのまま打つ、で前に引き、なんだっけな、早く振る動作の時に地面張力がどうのって話になったと思うんですけど、そこにもちょっとつながってきて、左後ろの方に乗っけると思いっきり地面こう蹴れる状態が作れるんで、回すというよりかは乗っけたら蹴るって動作すると自然と腰が回ってくれるっていう感じ。だからこのまま上げて乗っけて蹴る、こうやって分割して練習しといてあげると、上げてだん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 流れで打てるようになってくる。あとは
ールをずっとやっていくと今みたいに流れで打てるようになってくるんで、分割して打つ練習をする。で慣れてきたらだんだん流れに乗っけて打っていくっていう感じから、まとめると下半身リードというのは上げたところからすぐ腰を回すことではなくて、まず1回左に乗っける動作が必要になってきますよと。で乗っけた状態で回すのが本当の下半身リードで、やり方としては上げてちょっと左後ろに小さい椅子があるのをイメージしてそこに腰掛ける。そしたら思いっきり地面を下に蹴り上げてってあげると自然と腰が回ってくれますよと。ただそれを流れで一気にやろうとすると多分最初は難しいので、一個一個動作を分けて打つ。上げて後ろに下がって打つ。ずっとやっていってその流れでできるようになった暁には自然とスイングになりますよと。それで多分腰の回し方みたいなのが多分体感できると思うんで、練習場でこれは練習場で試してもらいたい。実際ゴルフ場じゃ絶対できないので、こう分割して打っていって、で慣れてきました。で慣れてくるとだんだんまたその動作忘れていって、あれなんかさっきの感覚なくなったなって絶対起こると思うんで、そしたらまたこの分割した練習を間に取り入れるっていう感じで練習していってもらうといいかなと思います。ちょっと飛距離アップにもつながると思うんで、ぜひ試してみてください。はい。でさっき言ったその下半身リードのやり方なんですけど、もちろんアプローチとかもそうですし、あと長いクラブドライバーとかでも一緒。今さっきは9番アイアンでやったんですけど、ドライバーも一緒で上げて下げて蹴る。お、最初はハーフショットぐらいかなの方がいいかな。上げて上げて蹴る。こっから上げて上げて、で軽くやってだん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 動きに慣れてきたら流れでやる。うん、でもこう下がる動作っていうのはドライバーとか長くなってくると前傾が浅くなるんで、下がり方で言ったら多分短ければ短い方がなんかすごいグッとこうかけてるなって感じはあるかもしれない。ただウェッジからドライバーまで全部一緒、パター以外は全部一緒で、だからアプローチでもサンドウェッジね、アプローチでも変な話まあ、50ヤードぐらい打っていくときも一緒、上げて下げて打つ、上げて下げて全部一緒、上げて下げて、多分この練習しててあげると手にあんまり意識がいかないんで結構再現性も上がりやすくなるかなと思う。手でこう腰を足をってやると手って関節も多いんでこう複雑な動きをしやすいんですよね。いい意味でも器用だから結構足とか体幹部分の動きって限られてくるんで、そこで意識してやった方がショットの再現性も上がるからボールの安定性にもつながってくるって感じで、結構この下半身リードっていう言葉ちゃんと理解してちゃんと正しい練習すればやっぱショットの安定性には必ずつながってくるんで、全てのクラブ今の2つのポイント上げたら下げて左後ろのにお尻下げて蹴り上げるっていうのを常に練習しておいてあげるとショットの安定性にもつながってくるんで、下半身リードこの言葉だけ鵜呑みにしないでちょっと今の内容を把握した上で練習場にいて練習してもらえたらなと思います。今回は下半身リードの正しいやり方について説明させていただきました。ぜひ練習してみてください。試した感想コメントお待ちしております。はい。私のレッスンですが、ここの東京ジャンボゴルフセンターで、レッスン受講可能です。ラウンドレッスンも他にしているので、もし気になった方がいたら私のインスタグラムの DM やメールで連絡いただけたらなと思います。
インスタグラムのアカウントやメールアドレスに関しては概要欄に記載しておりますので、そちらから気楽に連絡してください。この動画は以上になります。ありがとうございました。